相馬大田神社は、福島県南相馬市原町区中大田に立地する神社。相馬三名剣者の一つ、大田神社とも呼ばれている。五歳人は、雨の皆か主の大臣である。上平年中に、相馬市の園祖、平野正門が、下宇佐国佐島群主屋城に名剣者を創建したことに始まる。平野正門から十二代にあたる相馬し根が、 源の頼朝の軍に従い、欧州藤原氏との合戦での功績により、欧州行方軍の地を賜り、同族の千葉市から相馬を継ぎ、欧州相馬の初代となった。その後、現行3年4月22日、下卯国森国城より、相馬真心を茂った猫が、お国替えの際、この地へ移り住み、宇治神明謙村を報じて、宮祠らを創建して祀った。 相馬家は、妙見信仰の信望者で、藩主が厚く信仰していた、陳樹、妙見を下宇佐から持参し、敷地内に鎮座させた。その妙見堂が、相馬大田神社の由来とされている。この神社は、中村藩相馬氏の氏神として、代々崇拝されてきた。相馬屋馬追では、各妙見神社で行われる良いノりの出陣式が行われる。また、大晦日の深夜から、 元旦の未明にかけて、イラ水槽が行われる。相馬や馬追いが国の重要無形民族文化財に指定されている。他は南相馬市指定有形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。